おはようございます。10月11日モーニングショットをお届けしたいと思います。本日ドル円は148円の7585売りから149の102ストップを置いて148円の3020利食い、ユーロドル 1.059080 買いから 1.055 にストップ、 1.063545 利食い、ユーロ円157の90、158円ちょうどで売りから158円の25でストップ、157円の2010利食い、ポンド円183円ちょうど10で売り、183の30ストップ、182の3525で利食い、タイドル 1.226555 買いから 1.2235 ストップ、 1.23 の3040利食い、OG円は95の4030買いから95の10ストップ、95の8090利食い、タイドルは0.641505で買い、0.6385ストップ、0.646575利食い、ニュージー円89の6050買い、89の30ストップ、90円の1020利食い、タイドル0.601505で買い、0.5980ストップ、0.606575利食いのイメージを作っております。米債の金利も低下し、なおかつ要人から利上げを停止するというような発言が相次いでおりまして、やはり、来月11月のですね、利上げの見通しがかなり、減少し、フェドウォッチでも、据え置きが非常に増えているといった状況です。こういった金利が止まったということで、ドル円の上昇も一旦止まるという動き方かなという気はしますが、といって大暴落する形ではないと思います。引きつけて売りから入りますが、しっかり148円台ではショートは確実に買い戻すという感じで、今晩といいますか、今日はですね、見ていきたいというふうに思います。簡単でございますが、モーニングショットこれで終了でございます。本日もよろしくどうぞお願い申し上げます。またお取引持ち申し上げております。失礼します。